ウィーンフィルニューイヤーコンサートの会場、ウィーンラクユー協会ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートは、毎年1月1日にウィーンラクユー協会の大ホールで行われるマチネの演奏会である。ヨハン・シュトラウス2世を中心とするシュトラウス家の楽曲が主に演奏される。クレメンス・クラウス1938年。 ナチスドイツのオーストリア併合によるオーストリア人の不満を抑える目的でヨハン・シュトラウスのワルツやポルカのコンサートが1939年12月31日にクレメンス・クラウスの式により初めて開催され1941年の第2回からは1月1日の正午に開催されるようになった1955年以降ビリー・ボスコフスキーが式をし 1959年に各国へテレビ中継が始まった頃から人気が高まり、2021年時点で世界90カ国以上に生中継されている。2002年には小沢政治が日本人として初めてアジア人ではズービンメータに続き二人目の指揮者となった。2021年は新型コロナウイルス感染症の予防対策として、 史上初の無観客での開催となった。これにより、拍手はオンラインで届けられた。1986年までに登場した指揮者は、クラウス、クリップス、ボスコフスキー、マゼールの全部で4人に過ぎないが、1987年のカラヤン以降は、同じ指揮者が2年連続して指揮することはなくなった。また、1979年以前は、 全員ウィーン生まれの3人の指揮者で担われていたが、その後は完全に人選が国際化したためウィーン生まれの指揮者は登場していない。マゼール以降は、これがウィンナワルツコンサートを指揮する初めての機会という指揮者も少なくなく、例えば録音などでウィンナワルツに積極的というイメージのあるからやんですら、これ以外には半分を ウィンナーワルツが占めるプログラムしか指揮した記録がない。ニューイヤーコンサートの曲目の選定は、ヨハン・シュトラウス協会会長やシュトラウス研究家など、シュトラウス一家の権威が集まって行われている。そこで決まった提案を指揮者とウィーンフィルに送付し、この両者で検討される。この際、ポピュラーで取り上げられる回数の多い曲と、馴染みのない曲や、ニューイヤーコンサート初登場の曲を、 できるだけ交互に演奏するプログラムになるよう吟味される。ボスコフスキー時代にはこのプログラムから約半数の曲が A レッカレコードにより事前にスタジオ録音され LP として各国で年末発売されていたがこれらのアルバムは10年にわたって曲目の重複がなかった。曲目は基本的にシュトラウス一家とウィーインフィルやシュトラウス一家に 縁のある作曲家の曲で構成されるが、1977年のビリー・ボスコフスキーは、シューベルトのイタリア風序曲を、1991年は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、コントロダンス第1番、K609、モートブ・マイゾ、同第3番、3つのドイツ部曲第3番、K605、ソリアソビ、ジョアキーの、ロッシーニ、泥棒化ささぎ、除曲、フランツ・シューベルト、 ポルカ、ギャロップとシュトラウス一家と離れている作曲家の作品が演奏された。1997年にはフランツ・フォンスッペの景気兵が演奏された。2003年のニューイヤーコンサートではカール・マリア・フォン・ウェーバーの舞踏への勧誘とヨハネス・ブラームスのハンガリー舞曲第5番、第6番が演奏された。モーツァルト聖誕ーー250周年となる2006年の ニューイヤーコンサートでは、モーツァルト、フィガロの結婚序曲や、ヨーゼフ・ランナー、モーツァルト等などが演奏された。また、2009年には、当コンサート史上初めて、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの曲が、彼の没後200年を記念して演奏された。2011年には、生誕200年を記念して、フランツ・リストの、メフィスト・ワルツ第1番が、他には、ジャック・オフ・フェンバックの、 天国と地獄序曲なども演奏されている。この演奏会ではアンコールとして演奏される3曲のうち2曲目に美しく青きドナウを最後の曲にラデツキー更新曲を演奏するのが習わしとなっている。美しく青きドナウの冒頭が演奏されると一旦拍手が起こり演奏を中断、指揮者を呼びウィーンフィルからの新年の挨拶があり、 再び最初から演奏を始めるのも習ら味である。新年の挨拶は、その年の指揮者により、いろいろな思考で行われる。例えば、2002年のコンサートでは、ウィーン・フィルの学院に、縁のある国の言葉で、新年の挨拶を述べるという形で行われたが、行い、満州国生まれの小沢政治が中国語で挨拶した。2007年はメータが、ルーマニアとブルガリアの欧州連合加盟を、 歓迎しますという挨拶を英読、現地語他で言った。2009年には、ダニエル・バレンボイムが挨拶の中で、中東に人間の正義があるようにと英語で語った。イスラエル国籍を持つユダヤ人であるバレンボイムは、ベストイコールイースタンディバン還元楽団などの活動を通じ、中東平和に積極的に献身していたためである。ラデツキー更新局では、 ビリー・ボスコフスキー時代は、聴衆からの自発的な手拍子であったが、マゼール時代以降行式者が観客の手拍子に球を出すのが恒例になった。2001年のニューイヤーコンサートでは、ラデツキー更新曲のオリジナルバージョンがプログラムのトップを飾った。2005年のニューイヤーコンサートでは、直前に起きたインドネシアスマトラ島沖の地震。 津波災害への支援を進める内容の挨拶が第2部の1曲目の後に行われ、恒例となっているラデツキー行進曲の演奏は行われなかった。美しく青きドなうと、ラデツキー行進曲が演奏会のラストにアンコールで必ず演奏されるようになったのは第2次世界大戦後である。ラデツキー行進曲における聴衆による手拍子や 演奏者の新年の挨拶が行われるようになったのはビリー・ボスコフスキー時代からである。クラウス時代には美しく青きドナウやラデツキー行進曲など人気曲の演奏開始早々に聴衆の拍手喝采と大歓声で演奏が中断されてしまうというハプニングがしばしばあったようである。ラデツキー行進曲もそうだが短いポルカなどは アンコールに応えて二度演奏することもあった。ビリー・ボスコフスキー時代には、ウィーン・フィルの打楽器奏者であるフランツ・ブロシェクが毎年、愉快な出し物を用意しており、名物となっていた。例えば、ジップシー岩石の入場行進曲では、豚飼い、シュパンに噴したブロシェクが豚を抱えて登場、城内大爆笑だったり、カジアのポルカでは、 鍛冶屋の親方に噴して飲み食いしながら演奏したり、山賊のギャロップでは山賊に噴して演奏中の学院から金品を盗んで回ったり、爆発ポルカでは工事現場の作業員の格好をして、爆破装置のスイッチを押し、曲の最後に舞台上に風船を飛ばしたり紙吹雪を降らせるなどで、ある。プロシェクイン退後も打楽器パートが中心になって、毎年様々な趣向が凝らされている。 少しエスカレートしすぎた1970年代前半には今年は悪ふざけをセーブという内容の記事が朝日新聞に紹介されたこともあった。1976年はエドアルト・シュトラウス一世紀のポルカでファゴットの先端から花火が上がったこともあった。2006年にはエドアルト・シュトラウスの電話のポルカの最後で指揮者のヤンソンスの持っている携帯電話が鳴り出すという。 演出があった。2008年、2009年には、美しく青きドナウのエンディングに、ダンサーの男女を客席通路で踊らせた。2008年には、UEFA 欧州選手権2008のオーストリアでの開催を記念し、奏者全員が、タオルマフラーなどのグッズを身につけて演奏したり、指揮者と演奏者の間で、イエローカード、レッドカードの欧州が繰り広げられた。 2010年には、シャンパンポルカの演奏中に、打楽器奏者が実際にシャンパンを開けて、乾杯をかわし、プレートルが、私の分はないのかと言いたげな仕草をするなどの演出があった。また、1987年には、春の声において、ソプラノのキャスリーンバトルと共演したが、このようなゲストを招く演出は、これ以降見られない。テノール歌手のプラシド・ドミンゴが、 1990年代、初頭に指揮者かソリストで出演を希望したところ、ウィーンフィル側がコンサートの趣旨に合わないとして出演要請を跳ね付けたと言われる。一方で、ウィーン少年合唱団はこのコンサートでたびたび共演している。演奏会の模様はオーストリア放送協会の制作により、テレビ番組及びラジオ番組として、 ユーロビジョンネットワークを通じて世界各国へ生放送されている。テレビ放送は1959年より開始された。当初は第2部のみの放送であったが、1980年からは全編中継されるようになり、2021年時点で世界90カ国以上に生放送されている。番組では演奏に合わせてウィーン国立バレエ団による曲目にちなんだ場所での バレエが放送されるほか、オーストリアの歴史的建造物、名所、街並み、文化財等を撮影した映像も放送される。日本では、テレビラジオとも NHK が生放送している。テレビ放送は1973年より開始し、1991年より全編成中継を開始した。2021年は、テレビは NHK 教育テレビで、ラジオは NHKFM で、 それぞれ放送された。なお、この放送時間は元日夜のプライムタイムにあたる。近年では、ウィーンフィルと国家社会主義ドイツ労働者党政権との関係を批判する声がある。オーストリア通信は2012年12月26日、野党、緑の党がウィーンフィルがナチスドイツ化で担った役割を客観的に調査する。 歴史会委員会の設置を要求していると報じた。同等議員で歴史学者のハラルド・バルザーはナチスの政治プロパガンダにウィーンフィルの演奏活動が利用されニューイヤーコンサートはナチス政権の文化政策の一環であったと主張した。一方、ウィーンフィルのクレメンス・ヘルスベルク学団長はメディアのインタビューでこうした批判内容を否定した。なお、ニューイヤーコンサートが ナチス政権により始められた経緯については、日本でも NHKE テレが2018年1月1日に放送した特集番組ウィーン・ニューイヤーコンサートに乾杯。生中継直前音楽の祝祭を100倍楽しむ方法で取り上げられた。ありがとうございます。